なおチャンネル。はい、のみさん、こんにちは。なおチャンネルのなおです。僕ですね、過去に何回かね、激辛ペヤングをね、やったと思うんですよね。何回けって言っても、何回けって言っちゃったんですけど、ごめんなさいね。何回かって言っても、激辛ペヤングと激辛タンタンね、2種類だけなんですよ。でも、それ以外にもね、あれなんですよね。種類があるわけでございますよ。激辛ペヤング、タンタン以外にもですね、激辛カレーと、あと、なんか、激辛ニンニクのがあるんですよ。なんだっけ、ちょっともう一回調べてみますね。あ、すいません、合ってました。激辛ニンニクでね、合ってます。だからそうですね、この残りの2種類はさ、必ずやっといた方がね、なんせ YouTuber だからね。 YouTuber がこの激辛全種類やんなきゃどうするんだという。そうだよ、激辛臭やんないとこれやばいよ。だから今後ちょっと激辛カレーと激辛ニンニクやりたいと思います。で、新発売の商品もあるわけでございまして、なんと、それが激辛麻婆豆腐。ごめんなさい、正確に言うと激辛麻婆ですね。これもあるわけですよ。だから、やってないの3種類あるという。俺の唇死ぬし、俺の声も死ぬし、俺のケツも死ぬぞ、これ多分。だから、今後ね、ちょっと、激辛カレーは、ちょっとコラボでやろうかなと思います。コラボでちょっとやってみるのも面白いですけどね。早食い対決して罰ゲームをやらせてやる。すいません、ちょっと腹黒い男になっちゃったんですけども、そうなんですよ。だから激辛カレーをね、こう一緒に食べさせて、一緒にやります、対決します。そして負けた人が罰ゲームをやるっていうね、これやってみたいですね、いつか。ただね、激辛ニンニクはですね、普通に食べてしまうと、翌日とかに必ず息めちゃめちゃ臭くなります。それだけはね、ちょっとね、承知の上でやりたいですね。だから、翌日本当に何もない時にやりたいなと思います。いや、でもこれ、本当に激辛ニンニク食べるの、本当に翌日何もない時にしてください。例えばね、明日彼女デートします。デートする時に、彼女から、ね、なんか息臭い、私別れたいって言われたら、ちょっとそれも困っちゃうでしょ。だから本当にね、何もない時にね、皆さん激辛ニンニクは食べてください。そして、潔く僕らと一緒に死にましょう。なのでね、激辛シリーズ、残り3種類ありますが、やっていきたいですね。激辛カレーはちょっとコラボでやりたいなと思います。誰か一緒にやりましょう。ということで今回はですね、激辛ペヤングの残りのお話をねしました。すみません、ちょっとタイトルすっごい変なんですけども、お許しください。最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。以上、ナオチャンネルのナオとした。またいつかお会いしましょう。See you! 絶対俺の体死んじゃうぞ、これ。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。See you.